息子と呼んだエースの処刑を発大海賊白ひげエドワード・ニューゲートは後にマリンフォード切られようとしていた。なんだ大気にひび。勢力で上回ろうが勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。セメイルは白ひげ率いる新世界47隻の海賊艦隊、迎え撃つは政府の二大勢力海軍本部大岡七部会。誰が勝ち、誰が負けても時代が変わる。津波だ。なんて力だ、まさに伝説の怪物。キリン若造が ついに始まったセフ砲声と怒号の響く中、押し量るだけだ。止めた世界一の。凍りついた湾を挟んで白ひげ海賊、しかし海を越える力を振る。
さかりの曲がたな。おいおい、眩しいじゃねえか。大将の攻撃を防いだ。なんだ、青い炎をまとってるぞ。いきなりキングは取れねえだろうよ。一番隊隊長マルコ。怖いねえ、白ひげ海賊団。ロギアよりさらに希少ゾーン系幻獣士。女鳥は見たことがないね。海軍大将キザルに一撃を食らわせたマルコ。止めてみろ。まったく、わしら。柱が手払ったら誰がここを守るんだ。中心に言って、白ひげ海賊団の船に向け、しかし白ひげはマグマの塊を。派手に喧嘩しやがって、誕生ケーキにでも灯してやがれ、マグマ小僧。派手な葬式は嫌いか、白ひげ。海軍本部と王家七部会隊、そこにインペルダウンを脱獄してきた。しかしクロコダイルの目的は因縁があるし。久しぶりだな、白ひげ。
助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。出せ。お前がそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。くそ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、あなったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。ありゃ全部死刑でいいんでしょう、戦国さん。無論だ。突如、白ひげ海賊団の頭上、麦わらのルフィ、革命軍のイワンコフ、その中にはこの戦争で麦わらのやつ、なんかあっという間に目立っちまいやがったぜ。キャプテンバギー、俺たちだって負けてらんねぜ。さっさと白ひげの首、取っちまいましょうよ。おうとも、やらいでか。とは言っても、この行かれた戦場はどうだ。おい、海賊も海兵も有名人だらけじゃねえか。おい赤っ鼻。誰が赤っ鼻じゃ。くらうわぁ、白ひげ。誰かと思えばロジャーのところの小僧じゃねえか。懐かしいな、生きてたのか。ダメだ、見つけられた、殺される。終わりだ、逃げるしかねえ。話しかけられてる。やっぱあんたも伝説の住人なんだ。人ごとだと思いやがって。いいか。いや、もう帰った。首を取るのは構わねえが、おめえその後海軍をどうする。あの数は手に負えねえぞ。実は俺もそうだ、手を焼いている。どうだ、一つ海賊同士手を組んで海軍を潰さねえか。俺の首はその後にしろ。ちょっとちょっと、あんたどんだけ実力が折れてんすか。白ひげにまるで同格だ。本気出せばだ。もうですか。鳥肌。俺ならやれる気がしてきた。いいね、白ひげ、手を組んでやる。何様。そう、我らがキャプテンバギー。呆れるほどちょろい男だよ。赤っ鼻はともかく、後ろの囚人たちは結構な弾だ。敵に回すと面倒くせえ。凍りついた海で戦う海賊たちを赤犬の流星火山がマグマの玉に焼かれ、海に落とされながらも互いを助け、しかし容赦なく降り注ぐ炎の雨。しまらんが、始めろ赤犬。流星火山。船が何十年も白ひげ海賊団を支えた船、モビーディック号かだ。すまねえ。
クワードを騙し裏切らず船を降り凍った海を揺るがし俺と共に来る者さっさと包囲壁張らねえからだお前の氷のせいじゃろがいおお、君が溶かせばいいよ、坂月館内の氷を溶かされ足場分厚く高い包囲壁によって島内に逃げしかし白ひげは前もって先行させて船をオーズジュニアに引き上げさせ包囲壁の内滅ぼせ勢いに乗る白ひげしかし振動は来らねえな、どうも。ダイヤモンドジョズ。
せろ。ダイヤの体で白ひげを先に行かせるため、パルチザン、フェザントバック、よそ見したろ、今オレユサティハティハトオツカロイハサティパルチザン、パルチザン、オティハティサラよっ、そらフェザントバックオサオレユオレユDeer! Hold it! Tuh!